今ちょっとご質問をいただいてるんですが、一つご紹介したいと思います。小学校高学年くらいの子供をお持ちの方に、ヨガや仏教の戒律は大人は理解したり実践をして苦しみに意味を見出せると思いますが、子供には難しくないでしょうか。心の忍耐の鍛錬も心の忍耐の鍛錬もいじめを受けている子供には理解できないと思うのですが、ヨガや仏教の戒律は子供には当てはまらないのではとご質問をいただきました。この方はなんか、ヨガや仏教に関して、ご質問を受ける立場で、自分の生徒さんですかね、その方に、小学校高学年くらいの子供のお持ちの方がいて、そういう子供たちにはヨガや仏教の戒律というのは意味が見出せないんじゃないかという質問を受けたということですね。私が親が戒律を守り実践している姿を子供が学んでいくのではないかと思うのですが、自分自身子供がいないし子供と接する機会もほとんどないので、結局何も答えることができませんでした。どうしたらよいでしょうか。ある意味ではヨガや仏教を教えている方のご質問のようですね、これは。で、これはですね、こういった方の抱える課題、問題に限らず、全ての人がそうだと思うんですが、まず人にはそれぞれタイプがあって、親がヨガや仏教の実践をしていると、ある意味では素直にそれに感化されて、ヨガや仏教の実践をして、で、子供から大人になって、そのまま実践する、これは修行者としてはある意味ではサラブレッドっていうか天才型だと思います。一方、そうではなくて、お釈迦様も苦あって真ありといったように、親がそういうことをしてても自分は全然そうじゃなくて、さまざまな欲望、これを追求して悪いこともして、で、吸ったもんだでいろいろ苦しん でそこで人生の在り方を見直して、ヨガや仏教の教えに何か巡り合ってそこで目覚めていくという方もいらっしゃると思います。お子さんがどちらのタイプなのかは残念ながら分かりません。それは神様が決めることなので、だからヨガや仏教の教えを説くのはいいとして、すぐさまその子供がそれに習うという気配がなければ、それはまず自分が10年20年30年40年先を見据えてその時に思い出してくれたらいいかなと思いながらやったらいいと思います。それがヨガと仏教と人類の関係であります。仏教開祖のお釈迦様は最初悟った時に布教をためらったわけです。なぜかというと、自分の人心微妙な教えは人々に理解されないと思ったからです。仏教開祖です。面白い人ですね。普通世界三大宗教の教祖なら、この教えを全ての人に燃えるような情熱で、例えばイエス自体がそう言ったかどうかは分かりませんが、イエスが復活したという神秘体験をした初期キリスト教のイエスの弟子たちは、御国の福音を述べ伝えようというイエスのこう意思に基づいて、その命がけで布教していったわけです。しかしブッダは命がけかはどころか、自分の教えは難しいから理解されないんじゃないかって思って布教をためらった。そこに梵天という神様が現れて、ブッダよと、世尊よと、あなたが教えを解かなかったら、教えを解いた場合に悟れる人も悟れなくなりますということを言って、梵天勧請と言います。つまりお釈迦様に教えを解くように懇願したわけです。なんで神様が人間に、頭を下げるんだと。仏教では人間として生まれてもそこで煩悩を召した悟った人ブッダは、神といえども依然として微妙に欲望を残す、そういった存在よりもより高位の存在なんですね。だから神様が仏様に、教えを垂れるように、感情っていうのは懇願したわけです。で、それでブッダはこう教えを解き上げる。で、その中で、ブッダ、ゴータマ、シッタッタを本名にします。
こういう予言をしています。私が死んだ後、しばらくして造法、末法という時代が来ると。造法というのはその商法はあるけども、それを体現した人がいない時代だと。今の商法の時代から造法の時代は、造というのは経典を意味するんですが、法経典、教えはあるが正しい、しかしそれを体現した人がいないと。でそれからしばらくすると末法の時代に来て、それは正しい教えさえないと。どっち、まあ、こうして自分の教えが廃れていくという予言をした面白い教祖で、まあ、普通そうじゃないじゃないですか。あの教えは最後は世界を制するんだって、そういう予言もあるんです。それはキリスト教みたいな、最後の審判が来て全ての人はこの教えのもとで裁かれるんだ。その前には終末戦争があって、キリストが登場してキリスト千年王国ができて、その後全ての人が裁かれる、最後の審判の人が来てどうのこうのというですね。そうじゃなくて、その人はだんだん私の教えは廃れていくんだ、末法のようになります。ただしその後、そう、戦争その他も起こって反省した人類は徐々に徐々に、行動が改善して寿命が長くなり、で最後寿命が8万歳まで科学技術も含めて、伸びていって、その時に自分と教えの、自分のと同じ教え説く弥勒というものが現れて、その時は非常に多くの人が、300億人近くが至高至果という偉大な悟り、これを得るだろうと予言しました。まあ、非常に息の長い人でね。で弥勒降誕はいつかっていうと、仏教では一つの解釈で56億7千万年だと。50億年も経つとですね、科学的には地球は太陽の中に飲み込まれる可能性があるほどになります。ですからそれって予言としておかしいんじゃないかってことですが、まあ56億7千万年よりもうちょっと先で5億6千700万年前後なんじゃないかって説とか、いやもっと近いこう1000年以内に来るんじゃないかっていろんな解釈がありますけど、そういう形でともかく彼が生まれた2500年前には教えはそんなに広まるのじゃない、まあ、そういうふうに言います。以来仏教は本当の意味でその悟りの境地というのが全ての人に分かち合われることはなく、この21世紀まで来ています。まあ、そういうのが、まあ、仏教、ヨーガの教えの本質にあって、まあ、要するに時期、タイミング、その教えの価値を感じる時期、タイミング、これに来た時にですね、人はそれを実践すると。で多くそれは人生で何か悩んだ時に、その苦しみの原因、これを探っていく中でブッダが説いた苦の原因は自分の内側にある。それは過剰な欲望、その背景にある無知、無知による囚われだと。まあそういったところに共鳴した人が、まあ、初めてそれに入っていくんだと思う。だからお子さんでもお子さんじゃなくてもあんまり変わらなくって、そういうのに共鳴した、そういう状況になればやるし、その状況になるまではやらないだろうとですね。それをもってですね、こういう言葉があります。縁なき衆生年がたしということです。これはまだその時点では法を実践する機縁、機会や縁、これに巡り合ってないものは如来でさえ再度することができないと。まあこの世界で最高の悟りと導く救済の力を持ったと思っているとする如来でも、まだ本人が教えを学ぶ、吸収する段階に来てないというか状況になってない、まだその機縁が生じてないもの、これは救済することができないということ。まあそんなところですから、お子さん、これを長期的な視点から見てあげて、子供の時に感化、強化できなくても、その先いろんな人生の体験をした時にそれが戻ってくるかもしれないし、そんな感じで、まあ、見ていただければいいと思います。まあこういったヨガの先生をやってる方とか、または親として子供を育てる方に関して言えばですね、ヨガや仏教の考え方、そして先導道教を含めた東洋の考え方は、親が子供を導く、救うことなどできないと。人が、政治家が民衆を導くことなどできないというものであります。
同居の考え方では、民衆はおのずと強化されると、おのずと強化される。これは自然が、宇宙が導くのだということを言っています。だからまあヨガの先生で、我こそがこの生徒を悟りに導くって思う人はバカっていうことになります。それは愚かだと。それは傲慢だと。人など不完全なものが悟りという高度な状態に他の人を導けるわけがないと。実際やってみろと。全然思うのままにならないと。とにかく欲望は強く、怒りは強く、妬みは強く、ねえ、ああ言ってもこう言っても全然ダメと。ものすごく岩のように欲望は強く、嵐のように激しく、人がちょっと言ったって何にもどうにもならないというものであります。気管棒の子供とかね、それから普通に欲望の多い、大人なんかね、そのブッダから見ると圧倒的なパワーでブッダの法への導きを粉砕し踏みつけて蹂躙していくわけです。ちっとも耳を聞く貸さないわけで、まあそれが人類の在り方で、そんな人の欲望の前にその他の人間が抗えるわけがないと。それを導くのはいろいろな経験をさせて輪廻転生を前提にするなら、何度も何度も様々な経験をさせて、甘いも辛いも経験するこの広大無辺な大自然、大宇宙のみだと。そして機会得て、その自然大自然の中に都会生活ばかりに浸らず、そこに行って自然の中に身を置いて、先ほど言いましたけど大体験っていうんですが、それをしたものが心身の改善を感じる、心が現れて心が広がって何かこう違った自分が出てくるというような体験、これをするわけですが、科学者もそういう体験があって、それを脳科学上大体験と名付けるまでには至りましたが、なんで人間の作った夜の美しいネオンの街を見ていても大体験が起こらず、大自然の悠久広大さな様の中でこそ大体験、そういう心身の向上解放、これが起こるのか、これはまだ科学的には解明されておりません。まあそういった意味でですね、子供を生徒を導くぞとか、そういうふうに親のまた先生が思いすぎてもですね、なかなかそういうふうにはなりません。自分で最善を尽くしながら人事を尽くして天命を待つという言葉のようにですね、その人は向上していく、その大きく脱皮していくそのタイミングっていうのは、その先生や親の普段の努力に基づいて天の時がその人にやってきた時に、天がそれを行うと。そして天が、自然が、宇宙が、これ言い換えると神様がってことになってもいいかもしれない。それ神様っていうふうに表現してもしなくてもいいっていうか、まあ簡単に言うと宗教を信じても信じなくても別にいいんですが、そういった大きな力がそれを与えるとき、またそれを待っているときに来たら、そのときに人間、他人がちょっとそう自然の宇宙のお手伝いをすることができるのかもしれません。我々一人一人の人間が他人、これを教え導く、助けるということは基本的にできず、世界が宇宙が導く中で我々はそのお手伝いを、一末のお手伝いをすることができる、まあ、そういうものではないかなと思います。皆さんがもしですね、その他人を教え導こうとした時に、その自分こそが救うと思うと、ヨガで言うとそれはプライドや慢心が自我意識にとらわれる状態になりまして、なかなかうまくいかない場合があると思います。まあ要するに自分がこの人を導くぞですね。ヨガや仏教の悟りっていうのは大宇宙大自然との融合体験ですから、その融合した状態で導く、そしてその状態に導くとすればですよ、それは当然自分こそが導くんじゃなくて、自分は大いなる自然のお手伝いをするんだと。それをまあ宗教的に表現しなくてもいいんだけど、宗教的に表現すれば
私は神様のお手伝いをさせていく立場であって、自分人間が他人を導くなど、なんと愚かな考えであろうかと、そういうような自覚、これが必要かと思います。でそうすると教える立場の方もですね、まあ、お手伝いをする立場なんだが、まあ、人間の世界の中で自分がこの生徒や矢を教えているという立場だと、教えることができるわけじゃないんだけど教えている立場の方はですね、肩の力が抜けて心が広がって、大自然と大いなる時の流れとともに辛抱強く長期的な視点から自分のお子さん、それから生徒さん、そして同僚の人たち、これを見守りながら時期が来て何かの手伝いをする。今が時期だから手伝う。いや将来、まだ今はダメだったらそれを見据えて待つといったような、そういった正しいですね、人助けの精神。人助けの精神は自分が大自然、大宇宙、大いなる時の流れの中で変化していく本人のお手伝いをするんであって、自分こそがその人を教えたり導いたりするんじゃないと、自分はその人に接しながら自分が教えてもらっているんだというような精神だと思います。まあ、あの教備ですね、要するに自尊感情、これが充足してない人が多くて、どうしても卑屈感があって、どうしても自分の存在意義を求めるがために自分が他人より秀でてる、自分が他人を教え導ける、簡単に自分が他人を制御支配できるということを求める人が非常に多いんですよね。それはあの先生としてはですね、まあ、ヨガや仏教の考え方からするとまだちょっと分かってないなと、まだその人が救われてないなと、まあ、そうすると救うのはちょっと難しいということになると思います。で、まあ、ご質問をきっかけにですね、ちょっとヨガ仏教のそのいわゆる大宇宙大自然との合一、意識の拡大、エゴからの解放、そういったお話ですね。仏教で言えば私などない、私ってものをこれにとらわれてはならない、これを無我、私はないと書いて無我、アナートマンと言いますが、それを思想哲学の言及をさせていただきました。まあ、だから教える導く前にですね、自分がその無我自然との融合、これを経験しそこに導くのかっていうようになれば、導き方がですね自分優位になるわけではないんですが、自分があの融合してないとですね、導き方がまあ仏様から見ると一人よがりっていうんですかね、空回りっていうんですかね、そんな風になってしまって、その圧倒的な他人の法に反する心の働き、さまざまな欲望や煩悩の前にですね、非常に打ちひしがれ、何もできないな自分はということになってしまう可能性は、まあお子さんとかがね、あの素直にヨガや仏教をやる人なかなかいないと、そうではなくて、まあたくさんね楽しみたいし遊びたいし、そして悪いこともしたいし、そういうもんですね。で親に叱られても叱られてもなかなかやめずと、そのものすごい強力な煩悩への執着、これが普通人間持ってるわけで、しかし悠久の自然、広大な自然、それはそういった人間も徐々に徐々に強化していくということです。言い換えればですね、時ほど偉大な救済者はいない、どう言われて、どんな悪い人間でも何度も何度も悪いことをして苦しむ中で、そしてまあヨガや仏教の視点は輪廻転生、生まれ変わりがよく説かれますから、何兆も何兆も悪いことする中で徐々に徐々に痛い目にあって、少しずつ少しずつ変わっていって、神様から見るとある意味ではほんの一瞬の、人間から見ると非常に長い期間の中で仏に近づいていくんだと、まあ、そういうような世界観なんですね。まあ、非常に広大な世界観です。よって本当の愛とは何だかと、それは忍耐であると、長期的な働きかけであると、で本当の愛とは何かと、それは自分ではなく大自然がそれを救う、そのプロセス、これをにお付き合いしてお助けすること、お手伝いすることだと、まあそういうような考え方、まあ何らかのね、どんな人でもね、ヨガの先生やその子供のお母さんじゃ、あの子供の親御さんではなくても、なんか人これに良い影響を与えるべき立場、指導する側の立場に立つかもしれません。そんな時のヨガ仏教的な心構え、仏様の愛っていうのはどんな長期的な視点、どんな忍耐を持っているかということを、まあ、一応私なりの言葉でご説明しました。
はい。